いいや、久しぶりのジャッキャラ祭りで地獄になりそうだわ。いや、これは盛り上がるぞ。はい、ってことでどうもシーリングラインです。はい、いつも 2P 側のかがり先生と 1P 側のミキさんです。はい、前回のね、あのディエンドの動画が思いのほかね、好評だったんで、まあね、そんなに弱いキャラが見てえならね、しょうがない、全部見せてやるよっていう今日は心意気動画です。強いね。超クラヒの最弱5人衆を作品時系列順でいくと、1号、ブラック、王者、ディエンド、サイクロンがついてない方のジョーカー。あ、これはダブルがジョーカーっていう意味じゃなくて、まあ、知ってる人は多いと思うけど、ジョーカー&サイクロンではなく、単品のジョーカーの方って意味ね。はい。のメンバーになるんですけど、はい。行かれた奴らだよ。行かれてねえよ。まあまあ、強い順にやっていきますか。オーケーです。今日はミキさんにはね、弱いキャラで合わせるとかしなくていいんで、全部アギトでオッケーです。はいはい、じゃあ始めましょう。オッケー。はい。一発目から最強の男1号、もうこいつを出したか。最後こっからは弱くなっていく一方だ。みんなの居場所は俺が守る。悲しい。さあ行くぞ。こいつが一番最弱キャラの中で強いってのは分かりやすいな。発生早いしね、うん、アサルトだからね。スタイルも別に死んでないし、ただまあね、攻撃がね、優秀なやつみんな2発で飛ばしちゃうからね、まともにコンボが組めないっていうのはね、不便だよ。まあ、その分やっぱ、あの肘鉄は最強クラスだから、うん、強い。弱え、相変わらず。クリス発生遅すぎ。もうね、作品再現度を上げることでね、プレイヤーを苦しめるのはやめてもらいたい。でも勘弁してくれ。はいはい。いやで、俺はもうまたガチフェア特色戦とか楽しいレギュレーション作ってやってたかと思えば、こんな地獄にね身を投じているんだろうか。あー、相変わらず弱えな、本当にクリスタもう封印だわ。いやー、マジか、取られちゃう。うー、ダメだね、間に合わないね。でも割れてくれた、これありがたい。あー、これは行っちゃうかな。もう行くだろ、これさすがに。行った。はい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 。いや、うまいな、やっぱ。まあ、地味にね、使うのはシビアだけどゲージなくなっちゃうからね。まあ、今のはリーサルだったからよかったけど、使いどころは難しいけど、アサルトコンは地味に2号のアサルトコンより高いダメージが。あー、まあ、その代わりに2号と違ってエーパとかはないんでね。その辺は弱いっすよ、やっぱり。はい、もうね、じゃんけんで勝つしかねえんだこいつ。置き攻めの基本的には。いって、判定つえ、もう判定つえ。いやー、合わせてくるね。えい、すげえ、もうジャックキャラ使ってる時の先生めっちゃ光ってんだよ。いやー、遅いせいで当て身が間に合わねえ。死ぬ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 、あー、もう。はあ、バースト吐きたくないじゃん。もうなんで一発目そういうことすんの。はい、なんで判定負けんだよ。てか、ブロッキングの挙動だったわ、今のは。謎ブロッキングあるあるだな。あー、いい。あー、入っちゃうね。パワーアップしてないから、今いけるしかねえ。間に合わなかったわ、パワーアップ。こいつ、ゲージ持ってたって、ライキャンガードしかやることねえから。与えられるときにね。与えられるときに与えとくよ。ジョーカーよりは柔らけえから、アギトは。いやー、いってー、斜めか、あっぷね。いやー、そいつは嫌い。いやー、そいつは嫌い。その代わり柔らかいから。うん、そいつは嫌い、そいつは嫌い。よーし、当て身の使い方がこすりつけだったな。こすりつけにいってた、あれ。はい、今度は、はい、サイクロンなしジョーカー、はい、もうね、これに至ってはね、アンドサイクロンってアキトとしょっちゅうやってるからやらなくていいんじゃないかっていう対面だけどね。まあまあね、まあね、ほんとアーツ派生がないだけです。アーツはただの移動。
さあ、厚長がないんで安全地帯が少ないと。でも硬いのはね、相変わらずだから強えんだよな。体力多いキャラ使ってる先生ってマジで倒せるって気しねえからな。ダメかダメか、うーん、つら。もう判定がご利用しがクソ、ほんとに。うーん、よー、いってー、その単発はいっくー、もうゲージャーってば。ほい、ダメか。うーん、おい、当たると思わねえじゃん、びっくりしたわ今。でもすげえ対応できてたじゃん。いやー、ステップでねー。あー、ステップが出ねー。ダメ。いやー、つら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 、殺せない、殺せない、ミキさん殺すチャンスだったのに。でー、闇発明はダメだよね。はい、あー、いった、パワーアップしない、するするでしょ。いや、今のつかめねえの。あー、いって、やったー。あー、柔らかさがあだになる。ミキさん勝ってたけどな、あのままコンボしてれば。いや、なんでしょってそれでくんのマジ。あー、いい、さすがにな、あそこ行けねえか。んー、あー、早い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 、あー、はい、そう、自分から当たりにいっちゃったねー。やーっとまして気まずい。気まずくねえ。お前だけだわ、そんなことな。俺なぁ、入っちゃうなぁ。まあ、でも相手ゲージねえから大したことできねえ。なんで今の入んねえんだよ。なんでそれは、そして繋がんだよ。パワーアップってほんと害悪。うん、あー、場所が悪かったわ。は当たんねえか。いや、シャイニングから戻んねえのがまた性格があり。お仕置きだ、やばい、投げで殺される。あぶねえ、あぶねえ、ダメ、やったー、もういい、ご利用しでもつれ、判定強えやつは。はい、王者なのね。弱いんだけど、多分今日こいつが一番楽。こいつが弱い理由はね、簡単、サポートが弱すぎる、うん、弱すぎるっていうか存在しない。ディエンドと王者が弱いところって一緒。他の対戦ゲームで言うと、まあ、まともな武装もあるんだけど、その代わり他のキャラクターたちはみんなできる、覚醒はできませんよみたいなキャラクター。あー、そう、確かに、そう、よくあるね、対戦ゲームの覚醒システムね、あれがないですよみたいな。だからみんなそれぞれの特色ある動きをする中で、あなたたちはシンプルな技だけで戦わなければいけませんみたいなのがディエンドと王者。確かに、そう、こんなやつを使うかっつったらさ、もうよっぽどのキャラ愛がなきゃ使わないんだよね。それは間違いない。王者は楽だよ。エンジャクがね、強いから。でもエンジャクしかない。で、王者よりエンジャク強いやついるから、ファムとかね。同じサポートアタックで言ったってね。確かに。そう。それは王者使う理由あるかっつったらないんだよね。そういうキャラ。なんだよ、それ。ていうか、死ぬんじゃないか、ワンちゃん。サポートは。みんな柔らけえから。性格悪い人が喋ってる時に N 教調子キャラとか性格悪すぎたの。笑ってんのがまた性格悪いわ。はぁ、おい、ふざけんな。これには先生もね、暴言が止まらない。暴言じゃない、これは非難してるんだよ。糾弾してると言ってもらいたい。
今日ミキさん、うん、王者が一番自信ないからね、ガチャプレイしてくんだよ。多分な。先生が使うね、うん、王者ね。全然強いんだわ。王者多分ほとんど勝ったことないからね、ミキさん。ないね。全部俺押し切られてるからね。ああ、そうこんなようにね。うわあ、これに勝てねえんだよな。あぶねえ。はい。そういう策がね、うまいんだよな。なんか。ああ、ぶね。で、シャイニング。シャイニングなんない。あぶね、あぶね。なんだよ。シャイニングなんでなんねんだよ。ああ。なんでシャイニングになんなかったんだ。いやもうさ、変にシャイニングなるより こっちの方が使い慣れてるからね。いやリーチと判定で絶対勝てるだろう、シャイニングの方が。先生なのね、先生が使ったらね。だって王者炎尺しかねえじゃん。ほんとにさ、王者たまにリクエストされるけどさ、炎尺と調湿以外やることないからさ、何も見せるものがないんだよね。ああ、なんで N 弱以外使い物にならないかってね、朝倉再現度を高めようとしてるせいでね。朝倉っぽい動きがする代わりに実戦では使えないんだよね。つまりね、あの伝説ってのは挑んではならないみたいなことでね。あれは朝倉がやってるからいいのであってね、なめ腐ったような動きは、ね、本当の戦闘で使ったらね、ただ隙だらけなんだよね。まあ違いないな。あれ朝倉だからできることだよな。ソードベントもねリーチあるんだけど、あの正面への攻撃が強すぎて横移動してると当たんないんだよね。それが辛いね。このゲーム 3D だからね。いやナイトみたいにさ、ああやってバンバン向き合うものならいいんだよ。そういうんじゃないからダメなんだよ。別に 3D だからとかそういうことじゃなくて、真正面に攻撃しすぎなの。コーナーで曲がれない車はレースで弱いでしょ。どんなにトップスピードが確かに速くたって。あぶねえ、もう終われ、もう終われてよ、終わってくれ。はい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 。まあでも楽だよ、最弱級の中じゃね。はい、ここねちょっと悩ましいところなんだけど、まあ、一応ブラックから先に選んでるけど、ディエンドとブラックはもう同率で、このゲームを本当に真の最弱と思っていただいて構いません。こいつは本当に弱い。ディエンドと変わらない。どういうキャラかっていうのを簡単に言うと、クッソ弱い2号。もうマジで2号の解放感って感じ。エーパーもできねえし、アサルトコンも強くねえし、投げも弱えし、いいところがない。で頑張ってなんかブラック使いたいっていう友達のために昔コンボ研究してたけど、コンボもほとんどこの発生の悪い N 強から行かなきゃいけないから、もうコンボできるけどコンボに行くのは大変。なんでかっていうと、この2弱強派生のスタンが遅すぎて、発生が N 強の2ヒット目のよろけからじゃないとコンボ行けないんだよね。唯一褒められるのは空室。空室はちょっと強い。発生と判定が強いけど、でもこいつより強い空室なんて山ほどあって、こいつが弱すぎるからちょっとまともに使えるっていうだけで強く見えちゃうだけ。ほんとね、あのブラック無印使ってて勝てないって悩んでる人はね、あなたは悪くない、俺はここで宣言する。ブラックが弱すぎるだけ。おとなしくね RX を使えばいい。やったけ言葉だな。ブラックはね辛いよ。ディエンドも辛いからね。隠れちゃってるけどブラックも十分辛い。ディエンドと違っていい時代もないから、ディエンド昔の作品は強かったりするけどね、ブラックはもう前作から弱いから。あー確かに、そう前作から弱くて何も強くなってないから。空中コンボが追加されたぐらいよ。で弱もね、伸びもね、発生も普通なんだけど、まあ、判定がちょっと強いからね、こいつの技の中だというね評価しちゃうよね。あ、はい、
いやまあもうね、残念だよ、ほんと。もうちょっと強くしてやれよって思った。2号でいいもん、ほんとに。2号ですらさ、癖の強いさ、そんな使いやすいキャラじゃないのにさ、2号の劣化ってやべえよ。あいって、うまいな。これな、全部な、先生のセンスでカバーしてるもんな。いやー、バカやらかした。あ、いい、いって、いいね、いいダメージだった。今のは痛かった。これはクソだね。あっぷね、何回もやめてくんじゃねえ。うん、ダメだよね。あぶね、あぶね、うん、ダメ。もうどうすりゃいいんだよこいつ相手によ。だってもう釣りねえよ。リーチが、あ、いっていって、うまいうまい。後出し強え。やったー、やられち、あー早かった。いやいや、余計な尺はいらねえ。あー、いやー、何か入ったら終わる。よーし、跳ねてくれてありがとう、感謝するよミキさん。俺の勝ちだじゃねえよ。俺は先生の勝ちだよ。さあ1号に並ぶね、超クラヒを代表する最弱キャラの一人。まあ、ダッシャは強い、ダッシャだけは強いよ、それだけは認めるよ。でもダッシャが強いからなんだよっていう。あもうサポートが役に立たなきゃさ、飛び道具版の王者なんだってマジで。間違いない。なんでさ、王者より辛いところがさ、もう圧倒的 HP の低さ。あ、こいつは ね、自分の性能の低さももちろんあるんだけど、 HP の究極的な低さだよ。だどんなキャラの基本コン食らっても大体3コンで死んじゃうんだよ。だって今のただの蹴りでこれだもんな。もうね、過去強かったからってね、ここまでお仕置きしなくていいだろっていうね。本当にね、弱くしすぎ、D エンドは。いやじゃん、ゲー投げてジャンプか。置き攻めじゃんけん負けるだけでね、一回負けるとね、ほんと地獄に落ちるから。いってー、来なかったのは優しい。いって、おわーい、ほんとに出しただけだな、強いな。うーん、よっはははは、強いな。あー、いやー拒否られるときついだな。あーだよね。いやー、いって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 、いやー、これはしょうがないね。よっしゃー、過去割れた。潰されるときついな。あ、いい、あー、うまい。いや、お、あ、終わった。いやー、立ち回りがね、硬いね。こうやって俺が普段ミキさんをボコしてるからなんか強いんじゃないかって見えちゃうかもしんないけど、マジやってみてほしい。何か3回コンボもらったら負けるというこの恐怖はね、やんないと分かんないよ。ダッシャで強く立ち回ってんじゃなくて、ダッシャで必死に自分の命を守ってんだよ。でもここ投げ追撃できねえからな、角度的にきつかったな。だってこのゲームの強い飛び道具キャラってほとんどアサルトなんだよ。アサルトはダッシャインスタントチャージっていう強いムーブがあるけど、こいつサポートだからそんなことできないんだよ。おー、逃げられた。でもこれでね、バーストカバーグのね、あ、可能性はね、可能性はたまたまって、バーストしねー。あ、バーストするわ。あー、あ、いいな、あれでした。あ、早かった。いやー、うまいことやられちゃったな。ダメか。もう面倒なんでさっさと勝たせてもらうわ。おお、もう一ラウンドは行きたくない。行って、もう一ラウンドは行きたくないよ。はい、なんでだよ、ステップしたよ。アップ
ぶねえ。あーやー割れちまうか。いやーいってー。よし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 、これはいったな。どうだろう、わかんない。あの体力だといくんじゃねえかな。よかったよかった、シャイニングにねなれなくてよかった。シャイニングになられたらよかった。まあね、このラウンド取られてた可能性もある。悪いけどこいつとブラックはあんま長丁場したくねえ。おしまいだね。はい、勝ったね。よしよし、以上最弱祭りでした。先生強いな、やっぱ。